成されました。その姿を今表します。頑張れー、頑張れー。タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー頑張れー、エディットレスラル頑張れー、頑張れー、エディットレスラル頑張れー、頑張れー、いけー。赤コーナーエディットレスラル頑張れ、頑張れ、エディットレスラル、いけ、頑張れ。レフリー田山雅夫、いけ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。肘を打ち込んでまいります。重いチョップであります。組みに行きます。ロープに振った、ショルダースルー、逆エビ固めに移行してまいります。ショルダータックル、リング下に降ります。ドロップキックを見舞ってまいります。ロックアップ、お気をつけください。蹴りを見舞ってまいります。キックを打っていきます。合体してろ、パワーパー、ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます、 DDT、 リング内に戻ります。スイッチしてまいります。気合を入れてまいります。ブレンバスターに取ります。ストマックを狙ってまいります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。掴みます、ラフ殺法に転じます。掴んだ、ハンマーを振りかざします。エルボーを入れていきます。逆に返します。
膝を殺してまいります。行くのか、ロープに飛ばした。組み合います。コーナーに振った。ラフな展開になるのでありましょうか。このポーズです。館内も盛り上がります。蹴ってまいります。フロントからのキック、腕を回します。首を締め上げてまいります。張ります。リストを固めてまいります。蹴りをぶち込みます。パンチで返します。足を抱えます。足を狙ってまいります。組みに行きます。対角線に飛ばした。走り込んだのエルボー。ここでタッチです。蹴ってまいります。ロックアップ、小包み固め、スモールパッケージ。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。サンドイッチのダイヤット、引き起こす。バックを取って、うまく切り返した。肩が上がります。組み合った。ボディスラムで投げつける。カウントは入る。カウント2、返しました。すごい音がした。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、そのまま倒していった。ここでタッチだ。王が入った。岩壁の母の胸に抱かれました。強烈キック攻撃。10分経過、10ミリッツパス。抱き起こす。あっと、エルボー。強烈に締め上げる。フロントキック。そのまま締め上げる。ロープに逃れました。ミミズバレになる逆水兵。すごい形相で締め上げていく。スパインバスターで全体重を浴びせ。カウント2で返します。ここでスイッチ。戻ります。逆
に行くのか。一気に決めていった。ここでロープブレイク。ガードした。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。腰に手を回す。バックに回ってスリーパー。いけるか。首がために持っていく。ここでロープブレイク。すごい顔で打つ。ガジェットスモールパッケージで丸める。岩壁の母の胸に抱かれました。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。キック、重い逆水平だ。組み合った。おっと丸めていった。ロープに逃れました。そのまま固めた。回転地獄五輪スペシャル。カウント2。王が入る。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。王が入る。足を抱えた。あっ逆にパンチ。蹴り上げていく。チョップ強烈。足を取った。おっと足を決めていった。さあタッチ。いやースープラ飛んで放っていった。締め上げていった。ロープブレイク。いけるか。そのまま締め上げる。岩壁の母の胸に抱かれました。張り手。ガチッと組み合った。コーナーに振った。重い逆水平だ。張った。エクスプロイダーいけるか。蹴っていった。バックに回った。ジャーマン。綺麗な人間鏡。2カウントまだ足りません。ここでスイッチ。20分経過。20 minutes pass。 ロープブレイク。チョップ強烈。掴んだ。エルボーを打ち込む。エルボー。見栄を切った。足を決めていった。ガジェット組み合った。コーナーに振って。エルボー。背後からキャメルクラッチに移行する。ロープに逃れました。スリーパー落とすのか。フロントキック逆水平。担ぎ上げるのか。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。ここでタッチだ。スリーパーで頸動脈を締め付ける。ガードした。バック当たって抱え上げて頂点から落としていった。ここで持っていくのか。アーブロックで決めていった。キック、組み合った。ロープに飛ばした。スリーパーホールド。
掴んだ。エルボーの連打。抱えた。させません。25分経過。25 minutes pass。あっと、エルボー。蹴り上げていく。いけるか。強烈に締め上げる。腕を回した。打たせない。腰を落とす。アルゼンチンの尾根に身を横たわした。ミミズバレになる逆襲兵。あっと、切り返した。起こした。ショルダータックル、なぎ倒し。トップロープを奪う。急降下、膝バックだ。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。組み合った。対角線に飛ばした。弓を引く鉄拳。足を抱えた。あっと、返した。蹴っていった。蹴っていった。担ぐか。アルゼンチンで担ぎ上げた。いけるか。コーナーに振った。あー、いやらしい攻撃だ。このポーズ。フロントキック。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。気合を入れた。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。重い逆水兵だ。頭を掴んでエルボーを入れていく。フィニッシュに持ち込むのか。腕をフックした。脳天を強烈に打ちましたね。脳天直下型か。組み合った。ロープに振った。体を預ける。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。足を狙っていった。腕を回した。ブレインバスター垂直落下式。カバーした。
川寺入場シーンが展開されております。頑張れ！頑張れ！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ！エディットレスラー頑張れ！いけ！頑張れ！赤コーナー頑張れ！エディットレスラー頑張れ！頑張れ！レフリー田山雅夫。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。打ち込んでまいります。コーナーに振った。させません。気合を入れてまいります。組みに行きます。ロープに振った。そのまま後ろに投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。逆に投げてまいります。リング下に降ります。ロックアップ、強烈に打ち込みます。行くのか。ロープに飛ばした。タックルでぶちかまします。起こしてまいります。エルボーを入れていきます。組み合います。リング上はヘッドロックの体勢。テイクダウン。あと返します。組み合います。フライングメイヤーで倒します。膝十字固めに移行します。ロープブレイクです。そのまま倒してまいります。あっとエルボー。ロックアップ、ロープに振ってドロップキックを見舞ってまいります。張ってまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのが効くんですよね。ああ、なるほど。ハンマーを振りかざします。腕をフックします。ブレンバスター。ローを打ち込みます。高周波数の音が館内に響きます。ローを打ってまいります。
を打ってまいります。鋭いキックです。組みに行きます。逆に倒します。ラフ殺法に転じます。エルボー、蹴りをぶち込みます。行くのか、投げてまいります。こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング場って感じですね。そうですね。ランニングしたらエルボー、館内も盛り上がります。引き起こします。小脇に抱えます。バックドロップで叩きつけます。リストを固めてまいります。ロープブレイク、行くのか、巻き投げで切り返します。組みに行きます。ロープに振った、ロックアップ、ロープに飛ばした。あっと、後ろに投げてまいります。間を取っています。行くのか、ロープに振って、今うまい落とし方しましたね。これはちょっと受け身が取りづらいですよ。あー、ちょっとダメージが気になりますね。アームロックで決めていった。蹴りをぶち込む、エルボー、裏アキレス固めに移行する。組み合った、強烈に締め上げる。出すのか、ストバックに突き刺さった。ガチッと組み合った、コーナーに振った。あっと、エルボー。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。強烈なローだ、投げていった、打ち込んでいく、2位を落としていく。すごい音がした。エルボーを打ち込む。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、場外に落とした、場外に降りる。エクスプロイダー、いけるか、五臓六腑に染み渡る。足を取った、そのまま足を決めていった。ブレインバスター行くのか、ブレインバスターで叩きつける。ストンピング強烈、リングに戻ります。握った、いけるか、コーナーに振って、エルボー、エクスプロイダーの体勢、エルボー強烈、場外に落とした。フィニッシュ宣言か、場外に移行した。バックを取って、バックドロップ、立たせていく、エルボーで返す、強烈キック攻撃、ガチッと組み合った。あっと、倒していった、バックに回ってスリーパー、張った、ローキック強烈、エルボーを入れていく、腕を回した。あっと、逆に投げていった、そのまま体固め。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。あっと、返した、気合を入れた、強烈なキック、チョップ強烈、
分経過。強烈竹肩エビ固め。ロープブレイク、ローキック、首根っこを掴んだ。あと逆にキック、組み合った。あと逆に返した。引き起こす、小脇に抱えた。バックドロップ、岩石砕け散る。トップロープを狙う。おお、高いところから一気に叩きつけた。起こす、蹴り上げていく。キックが顔面を捉える。コーナーに登って、急降下、膝バックだ。いけるか。そのまま締め上げる。膝頭を入れていく。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ここでロープブレイク、ガチッと組み合った。すごい形相で締め上げていく。ストンピング、ローを打ち込む。組み合った、ボディスラムで叩きつけた。ストンピングを叩き込む。足を抱えた。テイクダウンを奪った。抱き起こす、ジャーマンスープレックス。ロープに逃れました。バットバックに回った、逆にバックに回った。背後を取り返す、バックを取り返す。背後を取り返す、逆にバックに回った。スリーパーで頸動脈を締め付ける。ブレインバスターで投げつける。放っていくのか。急降下にいたった。いけるか。逆に返した。トップロープを奪う。急降下にいたった。20分経過、20 minutes passed。足を固めて、そのままエスティー振り持ってった。岩壁の母の胸に抱かれました。させません。組み合った、あっと切り返した。フィニッシュに行くのか。
頑張れ頑張れ。タクマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、エディットレスラー頑張れ。赤コーナーエディットレスラー頑張れ頑張れ、エディットレスラー頑張れ頑張れ。レフリー田山雅夫頑張れ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。組みに行きます。逆に振り返してキックを打っていきます。フロントからのキック、ロープに振った、ランニングしたらエルボー、ラフ殺法に転じます。行くのか、投げてまいります。あっとエルボー、ロックアップ、対角線に飛ばした。カウンターで切り返してまいります。ランニングしたのネックブリーカー、エルボー、エルボーを入れていきます。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。ボディースラムで叩きつけます。このポーズです。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手は非常に嫌なもんなんですよ。あん、確かにね、ちっこいですもんね。組み合います。あと返します。ストンピングを叩き込んでまいります。打ち込んでまいります。ロープに飛ばした。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。張ります。行くのか、グラウンドでの攻防に持っていきます。切り返します。ショルダータックルで倒します。スリーパーホールドに入ります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。ストンピング、蹴りつけてまいります。乾いた音が館内に響きます。ロックアップ、相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ここでタッチです。肘を打ち込んでまいります。組みに行き返してまいります。
スタンディングを取らせます。組み合います。ロープに振ってネックブリーカードロップ。ロックアップ。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。エルボー。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、腕を取ってまいります。腕を捉えます。逆に返します。組に行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。このあたりどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。抱えます。2位を蹴り上げます。行くのか。ネックブリーカードロップ。スイッチしてまいります。王が入る。気合を入れてまいります。組に行きます。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。あっとエルボー。走り込んだのエルボー。スリーパーに捉えます。掴みます。あっとエルボー。足を取った。ガードした。ブロックした。ここで持っていくのか。小脇に抱えた。アトミックドロップ。掴んだ。厳しい攻めを見せる。いけるか。ロープに振った。ここでロープブレイク。決めに行くのか。腕をフックした。おっと、そのまま後ろに投げていった。一気に料理するのか。巻き投げで切り返した。エルボーを打ち込む。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。逆エブで一気に反り上げる。ガチッと組み合った。逆に振り返して、エルボー。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。15分経過。15 minutes passed。ストンピング強烈。引き起こす。王が入った。フロントに捉えた。スライダーで投げていった。抱き起こす。ジャンピングにフィニッシュに持つ。あっと、踏みつけていく。全体重で踏みつけていった。組み合った。逆に振り返した。あっと、ジャンピングに
足を殺していった。飛びついてそのまま足を取った。いけるか。場外に落とした。バックに回った。エルボーで切り返し、ネックロックがっちりと入った。落とすのか。リングに戻ります。ここでスイッチ。一気に料理するのか。ジャンピングに王が入った。これで決まったか。決めに行くのか。すごい音がした。20分経過。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。チキンウィングで固めていく。首根っこをつかんだ。ハンマー気味のパンチ。組み合った。コーナーに振った。タックルぶちかわし。起こした。ガジェット組み合った。観客席が一気にヒートしています。ものすごいボルテージ。レッドゾーン突入か。あっとそのままぶち当たっていった。カバーした。ロープブレイク。顎を狙っていく。このポーズ。立たせていく。トップロープを奪う。ミサイルキックが発射された。うまく切り返した。ここでタッチだ。あっとキャッチした。そのまま足を取った。頭を掴んでストマックを狙っていく。起こした。ネックロックで強烈にキュエドメコを締め上げる。蹴っていった。腕を回した。ブレインバスターで投げつける。フィニッシュに持ち込むのか。ガジェット組み合った。倒していった。引き起こす。首根っこをつかんだ。容赦のない攻めだ。抱えた。フロントからのスープレックス。いけるか。25分経過。25 minutes pass. ラックバタム。アースクエイクヒップドロップ。震度10。カウント3つ。カウント3つ入りました。
この男入場してまいります。頑張れ、ガンガン行け。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー、ガンガン行け。頑張れ頑張れ。赤コーナー頑張れ、エディットレスラー、レフリー田山マサオ頑張れ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。カウンターで返します。あっと、テンプルを捉えた。足を抱えます。外してまいります。蹴りを見舞ってまいります。鋭いキックです。走り込んだのエルボー、腕を取ります。逆に返します。強烈なキックです。掴みます。キックで返します。エルボー行くのか。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。あ、なるほど、そうだったんですか。ランニングしたらエルボー、キック攻撃を担います。ブレンバスターに飛びます。ブレンバスターでぶん投げます。組みに行きます。下に落とします。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。掴んだ。このあたりラフに転じてまいります。リング内に戻ります。ロックアップ、ストマックへの攻撃であります。抱えます。ストマックに突き刺さります。キックを打ってまいります。このあたり負けん気の強さというのが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、呼吸を整えています。ストンピングです。足を取ります。肘を打ち込んでまいります。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ストマックを狙ってまいります。
腕を捉えます。チキンウィングに固めてまいります。ランニングしたらエルボー、リング内に戻ります。組み合います。強烈に打ち込みます。組み合います。ロープに振った、顔面に突き刺さります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。ロックアップ、コーナーに振って走り込んでのエルボー、ストンピング、蹴りつけてまいります。腕を回します。脳天砕きブレンバスター、ラフ殺法に転じます。腕をフックします。耐えます。エルボーを入れていきます。打たせません。組みに行きます。コーナーに振った、パンチで返します。トップロープを奪う、トップロープからのフロントキック、キック、腕を取った、あーブロック、岩壁の母の胸に抱かれました。ミミズバレになる逆襲兵、これはもう精神力で打ってますよね。そうですね、ガッチリ入った、嬉しい逆十字、ロープブレイク、ガチッと組み合った、すごい形相で締め上げていく、ここでロープブレイク、足を取った、外した、あっとキャッチした、そのまま足を決めていった、10分経過、10 minutes pass、抱えた、打たせない、顎を狙っていく、首根っこをつかんだ、エルボーを打ち込む、組み合った、あと逆に投げていった、金的攻撃、バックを取ってバックドロップ、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで投げつける、掴んだ、エルボーを入れていく、いけるか、ハンマースルーをさせない、いけるか、締め上げていった、ロープに逃れました、腕をフックした、あと耐えた、あと逆に捉えた、テイクダウンを奪った、チョークで締めていった、ロープに逃れました、頭を掴んで、これは強烈ですね。そうですね、ここで持っていくのか、抱き起こす、小脇に抱えた、アトミックドロップからバックドロップ、アームロック、アームロック、岩壁の母の胸に抱かれました、腕を取った、あっと切り返した、足を抱えた、あっと逆に蹴っていった、コブラツイストに持っていった、足を抱えた、そのまま倒していった、起こした、足を取った、あっと逆にキック、15分経過、ガチッと組み合った、15ミニッツパス、逆に返した、
右腕に命を吹き込む。腰に手を回した。ジャーマンスペックス。まだ腰を離さない。カウント 2.8。そうは今夜は下ろしません。させません。足を抱えた。あっと倒していった。ストンピング強烈。組み合った。正面から投げを見舞った。ブロックした。バックに回った。ジャーマンスペックス。あと連続で持っていった。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。アームロックで決めていった。ここでゴングが乱打されます。身を投じます。この男入場であります。行けよー。行け。トリプルスラッドマッチ45分一本勝負を行います。エジプトレスラー。
澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます。ロープに振った。フロントからのキック、ロックアップ。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。ロープに逃れました。重いチョップであります。掴んだ。ハンマーが襲ってまいります。グーパンチです。行くのか。コーナーに振った。カウンターで切り返してまいります。組み合います。ロープに振ってショルダースー、ストンピングを叩き込んでまいります。キックを打っていきます。フライングメイヤー、コーナーに登る。足に照準を絞るのでありましょうか。肘を打ち込んでまいります。打ち込んでまいります。抱えます。逆に投げてまいります。そのまま絞り上げます。ロープにブレイクしました。蹴ってまいります。行くのか。逆に振り返してエルボーを入れていきます。ストマックを狙ってまいります。抱えます。バックに気合を入れ、ハンマーを振りかざします。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのが効くんですよね。ああ、なるほど。パンチで返します。ショルダータックルで倒します。起こします。ストマックに突き刺さります。ナックルを打ち込んでまいります。ボディースラムです。足を抱えます。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。掴んだ。あっと、エルボー。掴みます。ヘッドバット、キックを打っていきます。足を取ります。足を殺してまいります。足を取ります。させません。足を抱えます。レッグロックに捉えます。ロープブレイクです。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ねちっこい展開に移行してまいります。おっと、逆に捉えた。そのまま倒してまいります。組みに行きます。あっと、返します。膝を狙ってまいります。ニーアタック、館内も盛り上がります。ロープブレイク、鉄拳を見舞います。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。グーを打ち込みます。蹴りを見舞ってまいります。バックを取ります。クロスアームスープレックス、肩が上がります。雄たけびを上げます。対空式のブレンバスター。ストンピング強烈。腕を回した。五臓六腑に染み渡る。ガジェット君、容赦のない攻めだ。ストンピング、強烈なキック。サイドを取った。ひねりの効いたバックドロップ、ピッコルヒャー、リバースで返した。ギロチンドロップ、強烈キック、ドロップキックが突き刺さる。エルボー強烈。さあ、ジャイアントスイングに入ります。小脇に抱えた。サイドからバックドロップ、全体重を乗せたエルボー、トップロープを奪う。首根っこを掴んだ。重いですね、一発が。ロープに飛ばした。チョップ強烈、組み合った。ロープに振ってフロントキック、いけるか。ロープに振った。
10分経過。巻き投げていった。エルボーを打ち込む。あっとエルボー。さあこれは逃れることができるのか。これは決まってますよ。バックを取ってスリーパー落とすのか。いけるか。すごい形相で締め上げていく。蹴り上げていく。組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。アイアンクローで叩きつけた。打球を一気に行くのか。ロープに振った。蹴っていった。引き起こす。気合を入れた。コーナーに登ってミサイルキックが発射された。ストンピングを叩き込む。起こした。一気にスパイクするのか。足を取った。あっ逆にパンチ。ドロップキック抱えた。あっとフロントスープレックス。体を預ける。カウント3つは奪えない。3つは入りません。立たせていく。放っていくのか。ハンマーを振りかざす。リングに戻ります。さあ回すのか。ジャイアントスイング。岸壁の母の胸に抱かれました。変形のストレッチ系に持っていく。肉体を誘導させる。ロープブレイク。ブレンバスター行くのか。あっと逆に投げていった。湧いてこい俺の力。起こした。腰に手を回した。ダルマ式のジャーマンスープレックス。返した返した。返しました。ブレーンバスター。そのまま垂直に抱える。おたけびを上げた。引きを顔面を捉えた。エルボーを入れていく。エルボーを入れていく。逆水平フロントキック。ガジェット組み合った。あっと返した。逆肩エブで一気に決めていった。キック蹴り上げていく。エルボーで切り返す。組み合った。あっと切り返した。見栄を切った。足を抱えた。させません。すごい音がした。ガジェット組み合った。ネックブリーカー落としていった。いけるか。あと逆に倒した。エルボーを打ち込む。引き起こす。あっとパンチ強烈。ガジェット組み合った。そのまま締め上げる。ロープに逃れました。あと逆に返した。このポーズ。起こした。いけるか。逆に返した。掴んだ。ラフに転じる。組み合った。あっと切り返した。カウントは入る。返した返した。返しました。立たせていく。バックに回った。エルボーで返す。あっとエルボー。湧いてこい俺の力。足を殺していった。組み合った。あっと返した。腕を殺していった。抱き起こす。蹴っていった。いけるか。ロープに飛ばした。すごい顔で打つ。変形のストレッチに持っていった。腕を絡めて抑え込んだ。3つは入りません。そのまま体固め。ロープに逃れた。足を抱えた。
20分経過。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。気合を入れた。ハンマー気味のパンチ。引き起こす。腰に手を回した。持ってた。ジャーマーブリッジする。カウント3つ。カウント3つ入りました。ガンガン行け！行け！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ！エディットレスラー頑張れ！頑張れ！行け！赤コーナーエディットレスラー、ガンガン行け！レフリー田山マサオ頑張れ！澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。逆に振り返してランニングしたらエルボー、このポーズです。ロックアップ、対角線に飛ばした、パンチで返します。コーナーに登って、おお、高いところから一気に叩きつけた。気合を入れてまいります。組みに行きます。ロープに振った、顔面へのキックです。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。ロープに振って、そのまま後ろに投げてまいります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、
プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね。確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。行くのか。ロープに飛ばした。ドロップキックを見舞ってまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね。これはダメージがあると思いますよ。ブレンバスターに取ります。ストマックに突き刺さります。組みに行きます。倒してまいります。トップロープを奪う。ここは戻ります。掴んだ。ハンマーを振りかざします。蹴ってまいります。この辺りの関節攻撃いかがです？ちょっと浅いですね。そうですか。腕をフックします。ブレンバスター、そのまま絞り上げます。行くのか。逆に振り返した。ドロップキック、顔面を蹴り上げます。ロックアップ、ロープに飛ばした。ドロップキックを放ってまいります。ヒヤガードします。組み合います。ロープに振った。バックからスリーパーに入ります。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。腰を落として逆片指固めの体勢です。行くのか。逆に投げてまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を取ります。返してまいります。強烈に打ち込みます。掴みます。ヘッドを連続で払ってまいります。起こしてまいります。エルボーでブロック、ドロップキックであります。掴んだ。ヘッドバット、連打だ。顔面へのキック、さあがっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。足を取った。足を決めていった。キック、ガチッと組み合った。リフトアップで抱え上げる。引き起こす。外した。今強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。エルボーで返す。腕を取った。10分経過。10 minutes past。 逆に返した。蹴り上げていく。チョップ強烈。小脇に抱えた。バックドロップ、後頭部を痛打。起こした。バックを取って、エルボーで切り返す。頭を掴んで、ハンマーを落としていく。あっと、グーパンチ。ストバックに突き刺さった。王が入った。場外に降りる。ブレンバスター行くのか。いやー、螺旋を加えて落としていった。
腕をフックした。いやブレインバスターで叩きつける。王が入る。スリーパーホールド。足を抱えた。あっと倒していった。エルボー強烈。立たせていく。抱えた。ブレインバスターで投げつける。このポーズ。抱き起こす。バックに回った。エルボーで返す。腰に手を回した。バックを取り返す。ファイナルカット。体を預ける。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。ここからは精神力の勝負ですよ。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。腕を取った。あと脇固めに取った。ロープに逃れました。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。腕をフックした。ストマックを狙っていく。首根っこを掴んだ。あと逆にキック。掴んだ。あと逆に蹴っていった。組み合った。あと逆に返した。引き起こす。腕を回した。いやおお。首が悲鳴を上げた。いけるか。コーナーに振った。あっと返した。組み合った。あっとボムに持っていった。うわ危ない。カウント2であります。そのまま腕を決めていった。抱えた。あっと耐えた。いけるか。コーナーに振って、トップロープから流れ落としていった。ガジェット組み合った。あっと切り返した。抱き起こす。掴んだ。ガードした。バックに回った。バックを取って、バックドロップ。岩石砕け散る。20分経過。 20 minutes pass。 組み合った。いやボディスラムで投げつける。放っていくのか。急降下膝バックだ。気合を入れた。フロントキック。トップロープを狙う。トップロープからミサイルキック。放っていくのか。急降下ニーズアップ。蹴っていった。顔面蹴り上げる。湧いてこい俺の力。コーナーに登って、ダイビングヘッドバット。カウント3が入りました。We'll be right back.
ー